ニューヨークピラティスビデオポッドキャスト、キャサリンです。キムリーです。今日のエクササイズは、スタビリティーボールを使って、トータップス、2。それをやりましょう。そして、まず、ボールの上に乗せて、でも、腰椎は一番上のところになります。だから、それをちょっと調整にくくて、気をつけながら乗りましょう。そして手は絶対つけられるところで選んでください。ボールが大きすぎると手はつかないからとっても難しい。だからボールが小さい方がやりやすいですのでご注意ください。そして強く腹筋を引き締めて片足ずつテーブルトップまで持ち上げましょう。そして K2 は自然に少し屈曲して首の筋肉を保護するために、ここから息を吸って準備、吐いてこの90度をキープしながらタップして、そして吸って戻ります。吐いて今回右はタップして吸って戻ります。戻ります。はい、相変わらずいつもこの腰骨と肋骨の間にそのスペースが変わらないように頑張ってください。距離が変わらないように頑張りましょう。あと2回です。吐いて吸ってアップ、最後に吐いて吸って。もう一つ言いたいことは、もし足が下ろしすぎたら、このコネクションがなくしたらダメですので、軽い息をもう少し狭くして、このコネクションをキープの方が一番大切ですね。そして終わりましたら、片足ずつ下ろして、そして腹筋を使って下ろしてください。降りてください。そうですね。だから終わりましたら、降りるのが腹筋が必要ですから、完全にリラックスしないでください。それはスタビリティボールを使って、トータップス2でした。もし私たちのニューヨークスタジオピラティスオフィスか養成コースか商品について興味がありましたら www.pilatesonfist.com までお問い合わせください。バイバイ。